はい、皆様こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はカメラですね、先日ニコンの一眼レフカメラをいただいたんですが、それのファインダー F2 のフォトミックファインダーですね、それをちょっとね、ジャンク品を買いました。それをちょっと修理しちまおうって動画です。もうバラして清掃はしてあります。これから組んでいくっていう動画ですね。これはニコン F2 フォトミック A の DP11 っていうフォトミックファインダーです。露出計がついてるファインダーですね。それでは始めましょう。まずは 1.5 の老眼鏡、これがないと話になりませんね。そして、これダイソーで売っている、100均で売っている松岡修造さんがコマーシャルしているルーペのコピー品 1.6 倍です。この2つを2丁掛けして作業を始めます。こうやってハケでちょっとホコリを落として、もうすでに綺麗にしてあるんですが、ホコリを落としてブロワーで拭いて作業をするのはお約束です。まずはペンタプリズムを組みます。ペンタプリズムはカメラのファインダーの心臓部ですからね、大切に扱いましょう。そしてそのプリズムを組んだら、接眼レンズ、目を当てる部分のレンズを組みます。まずこの黒いフレームですね、これを、つけます。そして接眼レンズ、向き間違えないようにしてくださいね。凸レンズになってる方が奥です。まあフレームもそういう形になってますから、この辺は大丈夫だと思います。続いて接眼部のカバーをつけます。この接眼部のカバーのネジが緩んでしまっている個体が結構あるようです。実際このファインダーもネジが緩んでてグラグラしてましたね。最初このどこにネジがあるんだかわからなくてかなり悩みましたが、この皮をめくれば、比較をめくればネジが出てきます。ちょっと面倒なんですが、バラすんでしたらここまでバラして接眼レンズもきれいにしてあげるといいと思います。結構かびてますよね。はい、接眼部のネジを締めたら、こうして、皮の部分を元に戻してあげましょう。結構粘着力がある、接着剤が使われてますので、剥がしてもまたくっつきますよね。続いてプリズムの傷つき防止カバーをつけます。このカバーをつけないで固定してしまうと、ペンタプリズムが傷ついてそこから光が入っちゃいますね。黒く塗装してあるところが傷ついて光が入ってしまうので、このカバーは絶対つけましょう。部品が細かいのでピンセットが必要です。こんな小さいネジを締めなければならないので、老眼鏡とルーペの2丁掛けなんです。はい、こんな感じですね。今回初めてカメラのファインダーっていうものをバラしてみましたが、結構できます。素人でも、私でもできましたから。ジャンク品ですから別にもう壊してしまっても
バラして組めなくなっても全然問題ありません。なのでチャレンジしてみる価値はあると思います。今回私が入手したこの DP11 のフォトミックファインダーなんですが、動作は確認できました。動作はするということなんですが、あまりにもホコリとカビがひどくてジャンク扱いということだったらしいです。まあ動作はするわけですから、清掃して、まあ、分解して清掃して組めば、まあ、全然使えるということですよね。はい、プリズム固定できました。はい、次はこちらの電子部品ですね。これ CDS がついているところですね。速攻する部分ですね。この CDS がダメになってしまえばもう動作はしないわけなんですが、ヤフオクとかでもこの CDS って出てますよね。CDS がダメになってしまったらヤフオクとかでゲットして、ハンダを剥がして付け替えればまた生き返るっていうことですよね。ニコンではもうこのフォトミックファインダーのオーバーホールは受け付けてくれません。関東カメラサービスっていう会社でやってくれます。私も以前フォトミック F2 のフォトミック持ってまして、関東カメラサービスでオーバーホールしてもらいましたね。結構安くできましたよ。細かい金額までは覚えてません。てか自分で分解清掃できるんだったら自分でやった方がいいですよね。ただですし。この CDS のユニット、電子部品は3本のビスで止まってます。黒いのが2つとシルバー銀色のが1つですね。ペンタプリズムも綺麗ですね。洗剤つけてゴシゴシ洗ってしまっても傷つくことはないです。大丈夫です。柔らかい布で洗えば。そしてこのギアがいっぱい入ってるとこはバラせません。バラしたら私には組めません。なのでアルコールをつけた綿棒でちょっと見えるとこだけきれいにしてあります。こんな小さいネジで止まってます。これ落としたら絶対見つかりません。ファインダー自体が黒い部品ですので、本当はバックはねもっと暗くした方がいいんですけど、このネジがネジをなくしたりしたら大変なことになるので、ごめんなさい、あえて白いタオルをバックにしてます。ファインダー本体とこのプリズムの部分は4本のビスで止まってます。このゴムの部品に本当に小さい、金属のカラーがついてます。これ一回落としちゃって大変なことになったんですけど、一回落としちゃうとどこの部品なんだかわからなくなっちゃって大騒ぎです。バッグにタオルを使っているのは、細かい部品が落ちてしまった時に転がっていかないようにです。白いプラスチックの板とかだとコロコロコロって転がっていっちゃいますからね。あ、そうそう、この動画を見てファインダーをバラしてみようっていう方は音を消して、気が散りますからね、ナレーション聞いてると音を消して、見てください。ほんと結構細かい作業なので全集中です。
ここも4本のネジで止まってます。そして今日最も細かい作業がこれから始まります。これは、ファインダー内で絞りの数値を読むプリズムです。これですね、このカラーを先ほどのプリズムと一緒に共締めします。ここ本当大変です。何回も失敗しました。ここまで来れば大丈夫。もう一箇所の方はこのカラーをこうやってピンセットで挟んで、そしてネジで留めればいいだけなので余裕ですね。あとはニコンの銘板を組むだけなので、一応ここで動作確認です。この AI 連動爪も収納できるか、そしてレバーを引いて出せるかも確認しておきましょう。はい、すべて動作確認できましたらビスを2本、取り付けて完了です。自動調整のアイピースもつけちまいましょう。これはプラス 1.0 のアイピース、当時ものです。最後にファインダーを取り付けて動作確認です。フィルム巻き取りレバーを赤丸が見える位置まで出すとスイッチオンです。そして、こちらが電池確認、ファインダーの電池の容量確認のボタンですね。ちゃんと動作してます。それでは露出計がきちんと動作しているか確認してみましょう。
いい感じですね。きちんと動作してます。はい、OK 牧場、またねー。